私たちの前にはどういう印が置かれているのか。この十字架を見ると今度はね、何を考えているのか。私たちはすぐ、この十字架を拝む、礼拝する、分かる、多分見たと思う、みんな見たかもわからないけど、その映画、The Passion という映画、ある人は見たくない、恐ろしいから、たくさんの人はその映画を見るとつまずく、すごく実的だから。私たちは多分現在、十字架の死刑はどういうことであるとわからないと思う。はっきりわからない。激しく。もう本当に激しく。もう耐えられないぐらい。見ることはできない。だから、この、ヤウェのしもべの参加の中では私たちはこの顔を見たくなる。もう本当に見たくなる。もう見ることはできない。ここ、この姿を見ると人間ではない。その形、人間の形も失っている。例えば、ものすごく、ひどい交通事故の結果、例えば、トラックと車がね、高速道路でぶつかって、速スピードで、こういう、この車の中にどういうものがいたか。見ることはできない。親戚さえも、私の息子、私の主人、それを分かるためにはもうできないから、DNA 検査しなければならない。その時にはこの検査がなかったから、本当に誰であるか。だから、聖書の中には、宣言された福音には、最後に私が見て、本当です。真実なことです。確かなことであるということを私は証拠しています。私は証しをしています。私は本当にそれであると。もう本当にクリスト、なぜイエス・キリストであるかどうかわからなかった。なんでキリストはその人間の形さえも失った。なんでそれを恐ろしい。なんでそれにつまずく。あるいは今日、この十字架を見ると、感謝、喜びに溢れるか。本当にどういう気持ち、どういう感じ、とんでもない、どうでもいい、まあ、この際にもしよう、もう毎年がするから、まあ、瞬間だから。しかし、誰かのために今晩、人生がこの十字架を見て、拝むすることによって変わる。イエス・キリスト、まあ、あなたを、私たちがその十字架を見ることによって、一つのことをわかる。キリストはどういうふうにあなたを見る。あなたにとっては、私にとっては、十字架に貼り付けられたキリストを見ること恐ろしい。見たくない。見ることはできない。吐くみたい。もう、そういうふうに、キリストがあなたを見る。なぜ？イエス・キリストはこの十字架に登って、この、もう人間の形をもう、さえも失うことは、あなたと一体となるために、あなたの状態に変えるために、これは私とあなたの状態です。教会の中では、教会の中ではそう。私の形、私の考え方によるものではないから、私の人生には罪の影で、の関係で、私は人間として話さない。裁いたり、人を責めたり、人を使ったり、裏にその人について話したり、悪口を言ったり、性欲、肉欲、欲望、お金、すべては私たち一人一人を神のに見せて作られたもの、それはもう終わった。もう別の形。人間の形ではない。十字架に貼り付けられたキリスト。だから、打たれた。その激しい柔軟がキリストを私とあなたと同じように作った。私は彼を見たときには、私を見る。だから、つまずく。だから、その激しさを考えるだけで、恐ろしい。怖い。
逃げたい。クリストは十字架の上から私を彼と同じように見て、手がつまずかなかった。今日つまずいていません。哀れみを持って、かわいそうに、なんでこういうものになった。あなたが生まれたのは愛するためです。あなたが結婚したのは奥さん、主人の足の足元に世話するためです。あなたが神父になったのはみんなの奉仕者になるためだ。なんで今上にみんなを責めて、みんなを裁いて、自分の考えなりにしなければならないということで、あなたのその良い牧者の姿を表さない。なんで選挙家族通してここに来て、最後のものに なるためでしたけど、今、この最後のもの、最後の場所がいらない。拒んで、別の道を歩もうと。どうしてこの姿を今、帯びているのか。あなたに合わない。あなたと関係ない。これはあなたの姿ではない。どうして、セフの罪で、あなたが、その、定決、その、生成、その、尊さを失って、今自分を軽蔑するのか。なんで、なんでその裁きによって、あなたの唇は汚くなってしまいました。綺麗な唇が作られたのに、クリスト、その口はあなたと同じような口。その目が、もういつも乱らな目か、見方。女性が全て裸。それだけではなく、肉欲の関係だけではなく、乱らな見方なら、いつもこの人の心の中にこれがある。私の定期、この人は私についてこれを考える。この人に私とか、そういうことばかり。乱らな見方。なんでこの綺麗な、素晴らしい立派な目を私が作ったのに、なんで、もう今黒く、曇っている、もう、酔っ払っているような、酔っ払っている人のような目、もう、あるいはもう一週間寝ないのような目をするの。これはあなたに合わない。あなたは美しいであるのに、なんで今豚のようなものとなった。なんであなたが臭い。なんで、これ、クリストは私たちを見たときには、そういう風に見る。今日私を見るときには、こういう風に見る。十字架 の前にはみんな罪人。みんな、教皇様から一番最後の、マダ・テレサの立派なシスターが罪人。みんな罪人。けどクリストはみんなを愛しています。幸いな罪。幸いな罪。幸いな十字架。幸いなあなたの歴史。幸いなのあなたの一つ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 。あなたの性格、あなたの弱さ、あなたの惨めさ、あなたの失敗、すべて、なんとか幸い。どうしてクリストはそちらに、愛なのにどこに入るように、自分の手を広げてあなたを抱く。この恵みを頼むながら、今からね、みんな教会のために、そして全世界のために祈り、その後本当に、この祈り、今からの祈りを通して、私には今晩、ちょっとだけでも、この恵みがあるように、私を裁かない、私を責めない、私をちょっとだけ哀れみを持って、キリストと同じように、キリストと共に見るように、その罪の許しをちょっとだけ経験するように、私も自分の人生に、幸いな人生、幸いな歴史、幸いな罪、キリストがそのために、自分の命を懸けたの。